はい、ユニです。あ、ユニちゃんです。私です、コンタです。ノワールさんの様子はどうですか？相変わらず1週間前から変わらずずっとネプテューヌさんの文句ばっかりで、そっちはどうですか？こっちも似たような感じで困ってるです。いつもは喧嘩してもすぐに仲直りするんですが、今回の喧嘩は原因が原因ですからね。ネットで調べたんですけど、昔から犯人はヤスの一言でたくさんの人間関係が壊れていったらしいんです。一部では魔のフレーズとまで言われているとか。魔のフレーズですか？さすがにこんなことでベールさんやブランさんに相談するのも迷惑だろうし。ほう、それは面白いことを聞いたな。どうして電話に？てか、どうやって私たちの電話に割り込んだんですか？ちょうど新たに携帯電話型の超次元ガジェットの開発をしていてな、その試験も兼ねて2人の通話に入ってみたのだ。さすがメイちゃん、すごいです。発明家さんです。もはや超次元ガジェットってつければ何でもありね。二人の話は聞かせてもらった。人類は滅亡する。なんだってです。いや、真面目にボケに乗らなくていいですから。せっかく人が力を貸してやろうと思っているのに、ユニはノリが悪いな。本当ですか？ああ、もちろんだ。この狂気の魔術師メイジスの辞書に不可能の文字はない。うわっ！